皆さんこんにちは、こんばんは、倉木柳です。今回は久しぶりに神隠しの夜やっていきたいと思います。第20章見張りの夜。なんとか揉めないでいろいろ決まったね。でも新一郎とのペアがないのは残念だな。仕方ないよ。もし共犯だと仮定すれば、ずっと一緒の僕とリサが真っ先に疑われて当然だから。そりゃそうか。リサは納得したようだ。そうだ、夜のことなんだけど、リサは安心してぐっすり休んでいいからね。どうしたの急に。僕が見張りの時間帯はリサを最優先でちゃんと見張るし、部長と美咲さんが見張りの時間帯でもこっそり起きて様子を見るつもりだから。僕は不測の事態が起こるリスクも考慮するつもりだった。またこうやって息してダメだぞ、みんなのことちゃんと見てあげなきゃ。ありがとう。でもこう考えると、私と新一郎の見張りの時間が被っていないのは良かったかも。心配するのは最初の時間帯だけでいいもんね。そうだね。愛するリサが一連の犯人ではありえないのだから、僕もリサが見張りとなる時間帯には安心して熟睡できそうだ。本当に犯人じゃないかな。15時間はあっという間にやってきた。就寝に必要なマットとシュラフを持って集まった僕たちは、まずは寝る場所を確定させた。中央部に点在させるように5つの寝床を準備し、見張りとなる2人だけがこの時間帯に限り視界のいい洞窟の奥側に寝床を移すこととなった。その後交代での見張りが始まる1時以降にうろうろとトイレに行かれたら面倒だということで、全員で就寝前にトイレを済ませることになった。時刻はちょうど7時になった。見張り番の部長と美咲さんがマットとシュラフを持って奥へと移動し、ライトを落とした。もうみんな寝てていいぞ。部長の声が洞窟内に響いた。僕は暗闇の中でじっと時間が経つのを待った。むびっくりした。岩淵。目を開けると部長が僕を起こしていた。寝てる寝てるじゃないですか。時刻はもう9時になっていた。いつの間にかすっかり眠っていたらしい。何か変わったことはありましたか？いや、何も。部長と入れ替わりで見張り位置へと移動する。やっほー、矢渕くん。近くに行くと美咲さんが僕に小さく声をかけた。僕はマットとシュラフを美咲さんの隣に並べるとライトを落とした。どうですか見張りは。見張りは特に何もなかったんだけど、八代くんが思ったより反省してたよ。反省するくらいならちゃんと言動を見直してほしいものだ。部長ってまあデリカシーはないかもしれませんけど、そんな悪い人でもない印象なんですよね。この人たちの集団の中では女性陣がやっぱり女性陣怖いですよね。なんか裏があって。でも本当大変なことになっちゃったよね。そうですね。まさかこんなことが起きてしまうなんて。
ともかちゃんとかけるくんも無事かどうかわからないし。そうだった、僕の中でこの二人は勝手にもう、亡き者にされていましたが、一応安否不明なんでしたね。美咲さんが暗いトーンで心配そうにつぶやいた。まだわからないですよ、無事ですよ。不安そうな美咲さんを何とか少しでも安心させようと、僕は思ってもいないことを口にした。岩渕くんは優しいね。つみさんはあんまりそういう言葉をかけてくれないから。現実を見ているんだな。多分今だって辰巳さんだったら、姿を消してからもう丸二日が経過している。無事である可能性はおそらく低いだろうな、とか言っていたわ、きっと。言いそう。辰巳さんを長年追いかけている美咲さんはさすがによく見ていて、情も内容もそっくりだった。この方が誠実な回答だな、と僕は率直に思った。希望を持たせるのがいいのか。いやー、でもな。リサちゃんが羨ましいわ。付き合ってもう5年だっけ？ 6 年です。でも、美咲さんはまだまだこれからじゃないですか。確か、この登山が終わったら、渥美さんと付き合うということになっていたはずだ。ええ、そうね。美咲さんの声色が少し明るくなったようだ。楽しい思い出はこれからたくさん作れますよ。ですよ。渥美さん、大丈夫かな。フラグにしか聞こえなかったな、今の。その後も美咲さんを安心させようといろいろ話しているうちに、時刻はもう11時になっていた。美咲さんは少しは前向きになってくれたようだ。もう交代の時間ね。そうですね。ありがとう、岩渕くん。おかげさまで少し気分が軽くなったみたい。そう言い残して美咲さんは足元をライトで照らしながら、渥美さんの元へと向かっていった。正直、おしゃべりに夢中になってて、ちゃんと見張りしていたのかな。キャーって言わないでね。ああ、よし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 、よかった。もう、暗転するたびにキャーって、ならないか心配になりますね。何か変わったことはなかったか？いえ、特には。美咲さんと入れ替わりでやってきた辰巳さんは、到着するなり僕にそう尋ねた。よし、これからの2時間も何も問題が起きないように、気を引き締めるぞ。渥美さんは随分と気合が入っているようだった。わかりました。部長はちゃんと寝ていますかね？わからないが、起きている気配はないな。これよりも、美咲がちゃんとすぐに眠ってくれるかな。大丈夫ですよ。渥美さんが見張り番なら、安心してすぐにぐっすりだと思います。眠そうでしたし。それもそうかな。2時間がいかに長いかは、先ほどよくわかった。暗い中で、黙って横になっていれば、よほどのことがない限りすぐに眠りに落ちるだろう。小声で会話して3人を起こしてしまうのは良くないからな。15分おきにライトで合図する。雑談しようよ。えっち。渥美さんは美咲さんとは異なり、奥から少し距離を取ったところにマットとシュラフを置いた。早速腕時計を受け取って時刻を確認すると、時刻はちょうど11時5分だった。うん、僕と辰巳さんの見張り番の時間は思ったよりも早く過ぎていった。想定外の事態が発生することもなく、気がつけばもう見張りを始めてから2時間が経過した。
僕は一時を指す時計を見て、あんたのため息を漏らした。ちょうど一時です。交代の時間ですね。じゃあ、あとは任せて、しっかり休んでくれ。はい、わかりました。僕はシュラフとマットを持って、光量を落としたヘッドライトで足元を照らしつつ、リサの寝ている場所へと進んでいった。リサ、リサ。声をかけながらリサを揺らしてみる。大学生になってからわかったが、リサの寝起きはあまり良くない。リサ、もう時間だよ。息取った。優しく揺らし続けると、ようやくリサが小さな声を漏らした。あれ、もう時間なの？もう1時だ。これから4時間、頑張って。4時間か。しんどいな。わかった、頑張る。しかし、リサがシュラフから出る気配はない。どうしたの？どうしたのじゃないよ、もう。あ、チュッチュですね。こう言ってリサは暗闇の中で僕の顔を手繰り寄せると唇を重ねてきた。みんなから離れてないとできないでしょ？その後、僕はリサのシュラフとマットを持って、渥美さんの待つ見張り位置までリサを案内した。じゃあ、リサをよろしくお願いします。保護者か。わかった。じゃあね、新一郎。バイバイ。おやすみ。僕は自分の寝床へと戻った。シュラフに入って目を閉じると、僕はすぐに深い眠りへと落ちていった。ねえ、新一郎。起きて、新一郎。もう5時だよ。意識は徐々に戻ってくる。思わず眩しさに顔をしかめた。あ、ごめんね。リサが僕の顔面を照らしていたらしい。鈍痛のような眠気が頭に残ってはいたが、なんとか僕は目を開けた。おはよう、新一郎。朝だよ。ああ、おはよう。無事だ、みんな。僕はシュラフを出て目出し帽を脱ぐと、目をこすりながら背伸びを一つして体を伸ばした。傍らのヘッドライトを装着してライトをつけた。部長はどうしてる？トイレに行ってるよ。そっか。渥美さんは？寝てるよ、美咲さんも。そっか。そう言うと、リサは頬を膨らませた。そっかじゃないよ、ほら。顔を僕に寄せてきた。あ、そう。起きてすぐだけどいいの？そんなの気に、そんなの好きだから気にしない。リサにキスをして、おい。リサにキスをして舌をねじ込む。おい。リサの吐息が聞こえる。見慣れない見張りのせいで疲れたのだろう。リサのことだから一生懸命だったに違いない。僕はリサをねぎらうように、おい。僕に何を読ませるつもりだ、まったく。全年齢向きではないな、さてはこのゲーム。おそらく5分ほど舌を絡めてから、頃合いを見て僕はリサから顔を離した。どんだけ、人族って。人族。本当にお疲れ様。そろそろ部長が戻る頃かな。部長のことだから、絶対先に美咲さんを。
に。と、そこから僕たちの会話は強制的に遮断されることになった。口を開くことなどできない状況になったからだ。なんだ、敵襲か？おい、おい。突然洞窟に叫び声が響いた。なんだ？おい、美咲。美咲。嘘でしょ。なんだよ、あんね、これ。起きろ、起きろよ。え、誰が叫んでるんだ？部長か？部長なのか？美咲さんか。で、美咲が。来てくれよ。誰が叫んでるんだ？荒な底から振り絞るようなのぶとい方向が洞窟に響いた。あれ、美咲さんって あ、辰巳さん気づかなかったってことか。思わず僕は傍らの小さな手をに強く握りしめる。方向は直に嗚咽となり、形容のできない喘ぎ声が響き渡った。あれ？これまずいですよね。見張り、辰巳さんと、僕と辰巳さんと、街灯の時間帯の見張りの人が、ものすごく疑われますよね、これ。そのものとは思えないうなり声が耳に入ってくると、人のものとは思えないうなり声が耳に入ってくると、僕の胸も反射条件のように早金を打ち続けた。新たな悲劇が起きたことはもう明白だった。もちろん誰が犠牲になったのかも。うなり声は少しずつ小さくなっていき、しばらくすると洞窟に静寂が訪れた。騒ぎを耳にした辰巳さんも起き出している。隣のリサは目を見開いてガタガタと震えている。僕はそんな彼女を守るようにそっと抱きしめた。僕、リサ、辰巳さんか、容疑者が。するとその時、静かだった洞窟内にまた大音量が響き渡った。そうだよね、喧嘩するよね。あー、また物騒なこと言ってる。絶対殺す。これは読めない。僕の腕の中でリサがブルブルと身を震わせた。誰だか知らんが絶対殺す。俺が見つけて。殺す。困ったなぁ。このでもこの狂乱状態の人をパーティーに置いておくわけにはいかないのではないですかね。リサの震えが止まらない。今までの人生でこれほどまでにむき出しの悪意に触れたことがないだろうから仕方のないことだ。まあね。ああね。いるんだろ、お前らの中に。お前らの中によ。美咲を殺したやつが。部長のたぎるような怒りは紛れもなく自分たちに向けられたものだ。これで部長犯人だったら僕はビビりますけどね。さすがにないか。その怒号の迫力に思わず僕の背筋も凍った。これってまあどうなんだろうな。逆に言うとこの後に犠牲者が出ると問答無用で部長が疑われると。僕もリサも辰巳さんも一歩も動くことができない。
目の前で崩れ落ちる部長を眺める他になかった。縛っといた方がいいんじゃないかな。この精神状態の人を野放しにするのはまずい、絶対にまずい。誰かわからないから皆殺しにとかされそうで嫌だ。美咲。それから部長は泣きに泣いた。悪意と敵意をぶちまけるだけぶちまけた声の主は今度は絶望をまき散らしていた。いやー、めんどくさいな。訂正します、僕の中のそうだな、あの人ではないですね部長は。一体どうしてこんなことになったのだろうかと、そう巣に戻って考える。いや、考えるまでもない。全ての元凶は犯人だ。そしてその犯人は僕たちメンバーの中に間違いなくいるのだ。美咲さんの死因は何なんですか？どれくらいの時間が経過しただろうか。1時間くらい経ったような気もするし、10分も経っていないような気もする。部長は未だに壊れた機械のようにうめき声を漏らし続けている。そんな部長のもとに僕たちと同じように呆然と佇んでいた辰巳さんが歩み寄った。検視をしなければ。リサがどうするのかと尋ねるように僕を見た。僕は様子を見た方が賢明だと思い、静かに首を横に振った。今日だぞ。辰巳さんが近づいていくと、声を上げていた部長がその気配に気づいて顔を上げた。部長の顔は涙やよだれや鼻水でぐしゃぐしゃだ。その表情が辰巳さんの姿を捉えると激変した。に、お前が殺したのか、お前が。めんどくさいなぁ、もう。ふんぬとともに辰巳さんに向かって怒鳴り散らした。落ち着け、落ち着くんだ。うるさい、お前か、お前なのか。そんな言われて言うわけないじゃないですか、犯人が。近づいてきた辰巳さんに叫び続ける。ねえ新一郎、辰巳さん興奮した部長相手に無理で大丈夫かな。大丈夫だよ、あの人ならきっとうまく部長の感情を抑えてくれる。いや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 、急にね殴りつけられて倒れた先が石とかだったら危ないじゃないですか。二人は至近距離まで近づくと声量が落ちたため会話の内容は聞こえなくなった。まだ言い合いを続けているようにも見えた。心配だから私様子を見てくる。あ、待って、下手に刺激しない方が。いや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 、これは良くないよ。僕の静止も聞かずにリサは二人の方へ向かってしまった。僕たちが行けばまた面倒なことになる。この場は任せるのが一番なのに。そうかな。いや、僕はそうは思いませんけど。わからない。自分が犯人じゃないっていうのをとつとつと、説明した方が良くないですか。どうなんだろう、わからない僕は仕方なくリサの後を追った。リサに遅れて到着した僕を辰巳さんが一別した。この目にはどうして来たんだと書いてある。これで全員集まったんだな。部長が小さな声でつぶやいた。じゃあこの中に犯人がいるってことだよな。なんでそうなるんだよ。リサがその迫力に驚いて思わず僕に身を預けた。まだそうだと決まったわけでもない。俺だって泣きたいんだ、頼むから冷静になってくれ。そりゃそうだ。辰巳さんもとても落ち込んだ表情をしていた。
秋に部長が感情を爆発させたせいで感情を発露させるタイミングを逸したように見えた。なかなか部長が落ち着いてくれない疲れもあるのかもしれない。黙れ、お前らのうちの誰かが犯人なんだろ。いいから黙って聞け。普段から温厚で冷静な辰巳さんが怒鳴りつけると部長は静かになった。忘れたのか、美咲が昨日お前に言っていたぞ。こういう時こそ冷静になれと。美咲さんの名前を聞くと劇場に駆られていた部長の瞳に理性の光が戻っていった。今回は常に見張っていたんだ。ちゃんと確認すれば手がかりだってきっとある。美咲に手をかけたやつはきっと見つけ出せる。そうかもしれないけどよ。かもしれないじゃない、そうなんだ。だからまずは落ち着け。それが一番大事だ。クリアな頭でしっかり考えて犯人を特定するんだ。わかりました。俺だってな、美咲を殺した犯人が憎くて憎くてたまらないんだよ。部長が落ち着いたところで渥美さんも悲痛な叫び声を上げた。この目からは、この瞳からは涙が溢れている。俺にも美咲の状態を確認させてくれ。これで睡眠薬とかで寝てるだけだったらいいのにな。顔を見たらすぐにわかります。思い出したのか、部長の声が上ずっている。シュラフに入ったままの美咲さんの元へと近づく辰巳さんに続き、僕とリサも部長を刺激しないようゆっくりとした歩調で後を追った。美咲さんのそばに立ち、その顔を見下ろすと確かに顔は鬱血して真っ赤に膨れ上がり、ところどころ鈍い色の斑点が浮かんでいた。首を絞められたってこと？リサはそうつぶやくと力なくよろよろと美咲さんから離れた。俺もね、でもね、顔が鬱血してるんでしょ？首を絞められて。俺ってだから力のない人が首絞めるとそうなるんですよ。まあ近代一少年の受け売りですけど。犯人女性なんじゃないかな。大丈夫？リサの顔色を伺うと大きな瞳を潤ませて眉根を寄せていた。すぐに僕の胸にすっと寄りかかる。なんか僕リサ信用できない。なんでだ、僕のこの人間不信は何なんだ。新一郎どうして、あんないい人だったのに。僕は何も返すことができず、ただリサの小さな体をそっと抱きしめた。泣き出してしまったリサに対しても、ポンポンと背中を叩いてやることしかできない。リサの言う通り、確かに美咲さんはとてもいい人だった。とても優しくて包容力のある素敵な女性だった。部長に対してはたまに厳しい一面を見せることもあったが、優しさからの言動に違いなかった。今となってはその説明が全て過去形になっていることが残念でたまらない。念のため死因を特定したいと思うんだが。リサが落ち着くのに時間がかかると判断したのか、渥美さんがそう言葉を発した。島抜きの時には特に確認を取ることはなかったはずなので、部長の感情を考慮しているようだ。嫌だ、美咲には触ってほしくない。部長は二べもない。でも美咲さんはだからさ、辰巳さんの彼女なんだってば。もしでも情報は多い方がいい、そうだろ。それでも嫌なものは嫌です。島抜きの時みたいに美咲の体をいじくり回すんでしょ。昨日の朝、島抜きの服を脱がせて体を細部までいろいろと調べていた辰巳さんの姿を僕も思い出した。まあ検視ってそういうものですから。
分かった、確認は最低限にする。やめてほしいときは言ってくれ。死因のあたりはついている。俺きり口を閉ざした部長の反応を黙認と判断して、辰巳さんが美咲さんの亡骸に歩み寄った。考察で間違いないな。タオルのような布をあてがって思い切り締め上げたようだ。落ち着きを取り戻したリサを体から離し、僕は考察の後を横から確認する。確かに首の根元あたりにうっすらと手の跡のような跡が見える。これなら誰が犯人だか特定できるんじゃないですか。僕は弾ませた声でそう言った。ちゃんとした司法解剖をすればおそらくな。ただ俺は前も言ったが、ただの小児科志望だ。専門知識もないのに判断することは全くできない。期待させといて役に立たないんですね。やっしーろ、俺だってこんなことになるなら違う専門にしておけばよかったと思っているよ。辰巳さんはまるで犯人を特定できないことが自分の落ち度のようにそうつぶやいた。男か女くらいかわかるんじゃないですか。男性か女性かぐらいかはわかるんじゃないのかな。どうかな。とにかくまずは美咲を外に運ぼう。いや、俺はこのまま近くで。ダメだ、解剖時のことを考えて保存状態を少しでも良くしておこう。犯人が特定できなくなったら嫌だろ。一時のお別れだ。下山したらまたちゃんとお別れしよう。そうだ、立花。辰巳さんが突然リサの方を向く。何ですか？俺たちには靴がない。美咲を外に運んで戻ってくる頃には冷え切っているはずだ。申し訳ないが、お湯を沸かして待っていてもらえないか。わかりました。でもその前に。リサは美咲さんの元へと歩み寄り、両手を組んで祈りを捧げた。その後、渋る部長と僕と3人でシュラフごと美咲さんを外に運ぶことになった。新聞紙とビニール袋を温存するため裸足で出ていくことになった。足跡とか残ってないかな。同じように運んだ島抜きよりずっと軽いなと、僕はそんな場違いなことを考えていた。一歩外に出た瞬間、凍るような冷たさが足の裏を襲った。裸足で雪道を歩くのがこれほど厳しいということをすっかり忘れていた。美咲さんの遺体は島抜きのすぐ隣に安置することになった。洞窟からの位置関係も明白だし、目印もあるので見失うことはないだろう。美咲さんの遺体をゆっくりと横たえると、3人で並んで目を閉じた。この時点で僕たちはすっかり足元の激しい痛みや体温の低下に襲われていた。だが美咲さんへの深い親愛の情を示すように、体を震わせて歯をガタガタ鳴らしながらも、僕たちは誰からも帰ろうとは言わずに長い時間黙祷を捧げ続けたのだった。洞窟へ戻ってきた僕たちは、リサが準備してくれたお湯を飲んで体を内部から温めた。そしてカップに入れたお湯を直接当てて足の裏も温めた。長時間いたわけでもないのにこのありさまだ。靴がない状態で下山を試みることが自殺行為だと改めて実感した。新一郎と、リサに声をかけられて
僕たちは辰巳さんと部長から少し離れたところに移動した。どっちかが犯人ってことなんだよね。この瞳はとても不安そうに揺れていた。多分私怖い。僕は誰も信用してない。主人公すら信用してない。だって二重人格の可能性もあるじゃないですか。あと外部犯ね。僕はリサをぎゅっと抱きしめた。リサの肩越しに辰巳さんと部長の姿が見えた。二人とも座って足元を温めながらじっとこちらの様子を伺っている。リサ戻ろ。どうして。解散してから後でゆっくり落ち着いて話そう。僕がついているから大丈夫。リサは少し戸惑いながらも僕に従った。早速だが昨日の夜から今朝の朝までの状況を確認しよう。今回は二人ずつ見張りをしているから目撃証言も揃っているはずだ。でも部長だけぼっちなんだ、これだと。ですよね。ん？そうでもないか。気づいたことはどんな小さなことでも話してほしい。真実にたどり着くために正確な証言を頼む。場が落ち着いたところで辰巳さんが口を開いた。さすがに相当気を落としているように見える。じゃあまずは俺から話す。みんなで話し出すと話がこんがらがるから、一人ずつ順番に話そう。部長からも特に反対の声はない。僕らはうなずき、辰巳さんの言葉を待った。はじめに、八代と美咲が見張っていた7時から9時の間だが、珍しく完全に熟睡していた。おそらく日中外に出た疲れだと思う。だから、この間に何が起こったかは全くわからない。とはいえ、その後の時間帯まで美咲が生きていたのは確実だ。だから、この時間帯はさして重要ではないと思う。部長は虚空を睨みつけるように集中しながら耳を傾けている。次に目が覚めたのは11時ちょうどだ。美咲に起こされた。間違いなく美咲は生きていたんですね。部長は9時に見張りを交代して以降、生きている美咲さんを見ていないに違いなかった。多少の会話もしたから間違えるはずはないな。間違いなく11時の段階で美咲は生きていたよ。はい、わかりました。辰巳さん寝に戻った時に美咲さんのこと確認したかな。部長が悔しそうに地面を見た。それからの俺の見張り番は1時までが岩渕と3時までが立花とだったが、どちらの時間帯も大小含めて何の異変もなかった。そうだよな。部長が僕たちの方にも疑惑の眼差しを向けたが、辰巳さんの質問に僕もリサもしっかりとうなずいた。寝ているメンバーが動く気配とか外部からの物音とかもなかったんですか。部長が食い下がるが、僕たちはみんなうなずくほかない。美咲が寝ていた場所は辰巳さんが見た場所から変わっていませんか。ああ、おそらくな。これまで俺が寝ていたあたりだから、俺を起こした後にそのまま近くで寝たんだろう。僕の質問に辰巳さんが即答した。怪しいところは特にないように聞こえる。岩渕、立花との見張りが終わった3時以降はまたうっすりと熟睡していた。
八代の声で起こされるまでな。だから異変があったかはわからない。もう寝てるんですよね。みんな熟睡しちゃうんですよね。なんだかわからないんですが。辰巳さんはこれで終わりというふうに口を閉ざす。どうやらもう証言が終わったらしい。岩渕梨沙ちゃん、本当に見張り番の間に何もなかったのか？ええ、全く何もなかったです。辰巳さんからも僕たちからも大した情報を得られず、部長はイライラを募らせているように見えた。こういうわけだから、俺が犯人じゃないことは分かってもらえたと思う。それはどうかな？辰巳さんがそう言い添えた。ちょっと待ってください。いくらなんでもそれは早計です。辰巳さんの証言は分かりましたけど、そんなにすぐに容疑者から外せませんよ。異を唱えたのは部長ではなく僕だ。まあそれもそうだな。辰巳さんは僕の発言に納得してくれたようだ。いずれにせよ事実は変わらないのだから、俺の証言は後でまたじっくりと吟味してくれ。間違いなく潔白が認められると信じているらしく、辰巳さんは余裕しゃくしゃくに見える。次は年次順で八代でいいか？よろしく頼む。部長が辰巳さんを一別してから口を開いた。俺はみんなも知っている通り、初めの見張り番で美咲と一緒だった。でもまさかあれが最後になるなんて思わなかった。部長はそこまで言っておえつし始める。またそのモードに入ってしまったか。頑張れ、部長。誰も部長に声をかけることができない。思わず三人で顔を見合わせると、部長を指名した辰巳さんは申し訳なさそうな表情を浮かべた。いや、しろすまない。やっぱり後に回そうか。いや、いいんです。多分後回しにしてもあまり変わりませんから。とはいえ、話が先に進まないのも困る。わかりました。部長は目を閉じて大きく息を吸い込み、しばらくして一気に吐き出した。大丈夫です。続けます。落ち着きを取り戻した様子の部長が宣言した。まず、美咲と見張りだった9時までですけど、何の異変もなく無事終わりました。岩月がその後に美咲と見張りをしているので、これは事実ということで誰も異論がないでしょう。僕がうなずくのを確認すると、みんなからも特に異論は出なかった。岩月を起こして見張りを交代してからはすぐに寝ました。俺だけ見張りの時間が飛び飛びだったので、体力を回復させる必要がありますから。俺に起こされるまでずっと寝ていたのか？はい、そうです。時間はほぼ3時ちょうどです。それから5時まではリサと見張りをしていました。見張りの後にトイレから戻って起こしに行ったら、美咲、部長はまた感極まってしまったようだ。八代、無理するな。起こさないようにするのが最優先だったんだから、自分を責めても仕方ない。ちなみに3時から5時の間に異変は、なかったです。立花、八代の発言の通りでいいか？はい、特に何もありませんでした。辰巳さんの言葉にリサは即答した。これで部長の証言は終わりのようだった。となると次は岩月か。僕に向ける辰巳さんと部長の視線はとても疑いがこもっているように見えた。部長の視線はぎょろりと僕を睨みつけるようで、先ほどの血生臭い野獣のような方向が
思わず耳にリフレインした。わかりました。僕は身の潔白を主張するために口を開いた。まずはじめに僕は自分の見張り番が始まる9時までほとんど寝ていました。僕が寝ていたという事実をこのタイミングで初めて知ったリサが少し驚いた表情を見せた。リサに、僕はリサに安心してもらうため起きていると伝えたものの、元から起きているつもりはなかった。だが、美咲さんが殺された今となっては、ひどく無責任な印象を与えてしまったかもしれない。僕が起きたのはほとんど9時ちょうどでした。部長に起こされました。そして11時までは美咲さんと見張りを行いました。この時は特に異変はなかったのか？間違いなく美咲さんは生きていたし、見張り番をした2時間は何事もなく経過していた。ええ、全く何も。僕は部長に短くそう答えて話を続けた。11時になってすぐに、美咲さんは次の見張りの辰巳さんを起こしに行きました。入れ替わりできた辰巳さんと少し会話をして、時計を見たら11時5分でしたね。それで1時まで見張りをして、リサを起こしてすぐに寝ました。ああ、辰巳さんと主人公って15分に1回しかコンタクトを取っていないじゃないですか。しかもなんかライトの明かりでしかこうねコンタクトを取っていないということは、何らかの方法でライトを15分に1回つけられれば30分ぐらいは自由に動けるな。それで1時まで見張りをしてリサを起こしてすぐに寝ました。次に起きたのは部長の叫び声が聞こえた時でした。僕は時折思い出しながら説明した。え、違くない？次に起きたのは、リサに起こされたんですよ。辰巳さんとの見張りの時には何も異変はなかったのか？部長が僕に食い気味に問いかける。自分が寝ていて預かり知らない時間帯なのだから当然だろう。ええ、辰巳さんの証言通り特に何も。いや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 、だから15分に。ねえ。辰巳さんにはそう答えることしかできなかった。あ、僕には。そう答えることしかできなかった。僕の証言はこれで終わりです。僕は潔白ですし、今の話でそれは分かったと思います。そのセリフはね、リサに疑いの目が行くってことですよ。僕は自分の証言を締めくくった。じゃあ最後に立花、証言を頼む。僕のコメントはスルーしつつ、人差し指でメガネのフレームを整えながら、辰巳さんが次を促した。部長は睨みつけるようにリサを見つめている。はい。でも私、あまり役に立つような話はできないです。新一郎に起こされるまではずっと寝ていましたし、それから5時までの見張りの間は特に何も異変はありませんでした。見張りでない時間はずっと寝ていたのか。辰巳さんが疑い深くリサに問いかけると、リサは気まずそうにうなずいた。この質問に全く意味はないですよね。だって、寝ていようがね、寝ていまいが、寝てたっていうので。僕が起こすまでは熟睡していたようだ。なので私は昨日の7時以降の美咲さんの姿を全く見ていないんです。朝起きたらいきなりあんなことになっていて、
こう言うとリサは悲しそうにうつむいた。いやーでもできるのリサなんじゃない？やっぱり。だって辰巳さんと主人公がペアでいなくて部長が寝てて、うん、確かに見張りの時間帯が完全に離れているためリサの言うことは至極当然だった。とにもかくにもリサの話で4人の証言は終わった。しかし目撃証言は何一つなかった。うん。よし。じゃあ今回はこの辺りで一旦終わりにしようかなと思います。まさかの2人目の犠牲者は美咲さんだったか。まあでもとだからといってね、誰がじゃあ次とは思ってなかったですが、というかいなくなった2人が見つかるかなとかもうちょっと思っていたんですが、その気配もないですね。どうなるんでしょうね。誰が犯人なんでしょうね。パーティーの中にいるのかな。多分これ選択肢あったので、このゲーム運気があると思うんですけど、ではどのルートをたどるんでしょうね。続き気になるので早めにね撮って、出せればいいかなと思っています。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。